日が暮れたら一気に鶴瓶落としになるんだよ。鶴瓶ですか。鶴瓶落とし。とうとう行きますか。とうとう作っていきます。楽しみ。この箱今日本当超楽しみだったの。私もですよ。マジですか。アリオリペペロンチーノ。ペロペロチーノ。いやいやいや。ペロペロ。あ、うん、ペロ。あれね。ペロなんですハハハハハ。飲み物足りない。あ、そうかもしれない。こうやって3本しか飲んでないもん。3本飲んだね。そうよね。だいぶいないと思う。いないかもしれない。あ、また買われた。本当でもこいつよう燃える。パンがもう切ったよね。スーパーだった。そういう幸せでいいんだろうか。今までこれだけの何を言ってもあの虐げられたな。こんなに笑ってもらえるなんてもう幸せな極みですね。一気に黒なるぞ。マックグリルもソロとノーマルとこれとメスモとユニフレームのとさっきのファイヤーなんかおかしいじゃん。焚き火でずーっとなるんで、それを囲まれながらこう、やったらうまいかもしれない。多分8台ぐらいある。いや、おかしいじゃん、その焚き火台8台。どうしよう、望遠鏡持ってきよう、僕は。潜望鏡？潜望鏡、また始まった。また始まったの、潜望鏡は話が。6連休だったんですけど、全部キャン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 。火事あったんですか？一番端、手前、あ、あ、止まって、立ててたじゃん、行った時。うん。あの、隣、確保して、あとで火事やった。ちょっとあの、閉鎖されたまんまだから。それは、テント？テント燃えた。さすがに、テント燃えたのアップでされてませんでした。あの、あ、火事やった。YouTube とかあるよね、たまに。いいテントだ。YouTube じゃないや。Twitter とかでね。テントが知らんけど、火事があったって。あの、まあ、全部燃えたって感じ。あ、そっか、チーズが。あの、タコ入りません。タコなし？タコなしっす。タコくればよかった。タコ言ってくれる。そういうこと、イカサなんかでもよかったかもね。いや、俺がね、タコがね、好きじゃないんですよ。っていうだけの理由で。あの、タコだけ食うのはいいんですけど、タコだけにタコ入ってるの嫌いなんですよね。なんで？いや、なんかこう、食感の邪魔になるっつうか。あの食感がいいのに。あー、俺違うんですよね。中のね、タコのニューニューしたのちょっと。ああ。コリコリ系嫌いなの。コリコリ系全然ダメです、俺。軟骨みたいな。軟骨の唐揚げ。ああ、ダメです、ダメです。すごい美味しい。だから貝類とかもあんまりいいですからね。おお。粒貝とか絶対詰まってる。ああ、ナイスナイス。わかんないです。あ、明るくなるように。暖かいやつだ。私も暖かいやつあるんだ。お酒がなくなったから最後に行動。マジで感じなかったです。まあいいです。あ、もう楽しみでしかない。このたこ焼き楽しみでしかない。
辛いね。ほんまですか？美味しい。美味しい。やばい、絶対食べよう。え、閉じないの？閉じます。うん。だったら大丈夫だろうけど。では、ちょっと手に引っかかりが怖いです。こっちなんだ、こっちから一緒です。変えんのよ、変えんのよ、あれ。いや、いいなと思ったけど、いい商売するよね。まあでもこれ専用だとかってなってる。利用してる人は全然あれ聞くけどね、流用できるからいいんだけど。あの、そうそう、でも汎用はできないってことですよね。すぐ来てもね、暑いとかってすぐ出てくるわけで。まあ俺は暑い、暑いです。暑がりだけど寒がり。暑がりの寒がりです。わがままだよ、ね、秋悪いですね。あ、できましたよ。海側からこっち吹きよ。うおー、完成。なんかお皿あれば、そちらお願いします。入れます。うおー、うまそう。3、4、あざます。はい、うまそう。紅生姜大好きなんですよね。あー、紅生姜うまいですよね。じゃあいけるかな。1、2、うん、5個なんですけど、1人、はい、とりあえずは5つ乗せてください。いいので、どれがいいか、これにしますか。はい、いや、トロトロ、はい、トロトロ、もうトロトロじゃないですよ。うまそう、いただきます。はい、うまい。うまいですか。美味しい、やっぱり。あ、よかったよかった。あ、チーズがいい。じゃあ私もお言葉に甘いお菓子です、はい。待ってください、まだいいよ。端っこがうまく焼けてなくて、はい、すごいね。ちょっとお預けで。お預けちょっと待ってください、あと1分ぐらい待ってれば。いきます。1、2、3、4、まだ入れる。5で、はい、ありがとうございます。いい。これは何か来てる。あ、鰹節もあるし。あ、そうだ、ソースありますよ、ここに。それはこれにかつぶしかけて、ソースかけて、マヨですよ。とりあえず一番最初はもう映える生地でこう、素材の味を確かめながら、確かめながら。これって中蓋があるんだね、あるね、やっぱり。マヨ、マヨ、マヨ、ブリュブリュブリュでいい。ブリュブリュブリュ。こんなの？はい。映えるようにマヨネーズかける。映えマヨネーズだ。映えマヨネーズ。いただきます。どうぞどうぞ。いや、プレーンでもうまかったもん。いや、やおやお、めっちゃこりゃ。俺この外っかのこのカリカリがよう上手にできないんだよね。やっぱ職人はいいんじゃない。うまい。いや、よかった。うまっ、うまうま。あ、幸せ。うん、早く全員は。あ、リクエストしてよかった、うまかった。すげえ嬉しい。ありがとう。いい、うまかった。もうやば、お焼けが名残惜しいぐらい。もう一回焼こうと思ったら焼けますよ、全然。ですか、私は全然食べれるので。食えます？みんなが食べれる。これも食べれる。まあ、じゃあ焼きましょうか。本当に嬉しいです。うん、ここじゃ無理だな、もう遠藤。どっか、外だな。あの台の上置こうか。初めて見る俺。あの佐渡さんで。課長夫婦です。最後の月が好きという、すべてを網羅した男。変態ですから。大体何やっても上手に極めるから、うん。誰かワイン飲みたい人います？いいです。いなきゃ。いいです。俺ラッパ飲みしていいよ。どうぞ。じゃあ、あとまだ日本酒とかもある。そうそう、日本酒を楽しみに。あ、そうだそうだ、うん。東洋美人がありますけど。あと、あっちのあのもらったって、あのね、いただいたっていうのあれもちょっと興味あるし。あ、そうですね。ちょっとのやついいですね、ゆっくり燃える感じですね。ずっと燃えてますもんね。これは本当でも燃焼効率いい。だからちょっとあれしたらもうすぐくべ、あのさっきみたいにくべるの忘れたらさすがに消えちゃうけど、
もっと一人向き。正面が本当あったかいから。ああ、外側にでもなる、うん。だから何でしたっけ、あの巻きグリルみたいな感じってことですよね。あれは横に広いけど、これは本当真正面に。だからあれは横に長い巻きをこう横にこう入れるような感じで、これはもう縦にこう入ってくる。巻きグリルはどこから出してるの？あれはユニフレーム。珍しくエシャンティーが照明されましたけど、なかなかいいですよね。あ、こういうのは雰囲気がいいよね。雰囲気いいですよね。見れるってのがまた。そうそう。やっぱりどうしても LED だと、ただの明かりだから。そう。最近便利よね。いろんなもの出てるね、これ。変換が。そうね。なんか大概のことできる感じがする。そう、大概できるね。今、こういうのもいっぱい出てるけど、昔なかったじゃん。なかった。うん、あったけど、高かったじゃん。ものすごい高かった。今あのめっちゃ安いねこれ。これなんかでも佐田さんはじめ昔教えてもらったやつやなんかね、2、3000円で、うん、でアルミ2000円弱とかだったキャンピングムーンだったな。あ、一緒一緒一緒。あ、一緒。キャンピングムーンぐらいしか出してないよこれ、うん、あ、そうなんですか、うん、あのね、他にもあったけどなんかね、ちょっとおしゃれ系になっちゃって高いんですよこれ。キャンピングムーン一緒のやつから送ってくる。え、そうなんですか、マジですか。あ、でもやっぱり熱源があると違うわ。こっちもすごい暖かいけど、こっちも今後ろすげえ暖かいんだけど、いやこっちもやっぱりね、そこそこ来るから、竹目の暖かさと この暖かさと違うけ。10時か11ぐらいになったらオリオンが上がってくるけ。ああ。すげえオシャンティーラインだった。オシャンティーラインだった。見てくださいこれ。おお、ええじゃん。オシャンティーが。CV じゃん。全然おじけん。おじけんじゃないね。何でもあり、本当に。僕みたいに何も持ってないとね、寂しいけど。一番持ってるよね。何も持ってないと。いいとか、なんかこういうやつで全体とか作りたいですね。ああ、いいね。いいっすよね。それとか、あの、ポン酢やなんかこう、大きい鍋で。なんか、いつも11月には1回は行くんですけど。先に行ってみてください。焚き火ね、せっかくしたいのにな。500円と私ピコグリルなんですけど、ピコグリルのこの受けのところがもう受けですね、これは。ああ、そうです。まあこれはこれで本当に火床が広くて面白いよね。面白い。こっちとまた違うから。あ、でも俺も金の工面線にはいけんし、エブリーを買わにゃいけん。死ぬ気で働けよ。じゃあピタリズも負けられんで。あ？でも俺負けてくださいって言ってない。安くうち負けて100万円だけね。うん。事業価格130万円だけど、言っとくけど。いや、そうじゃなきゃ即決できんもん。いや、それは安い。俺も調べちゃったっけ、大体こんぐらいかなとか思う。安いぐらいの方がいいかな。今日はおかしいお時間だね。おしゃれおシャンティーだ。おシャンティーです。何を撮ってんの？ん？あ、ダメだ。カメラが拒否してる。何？シャッターが降りんかった。うん。失礼だな。あれじゃないですか、なんかちょっと霊的なやつ。佐田さんが拒否られてしまって。どうせなら食べ物映しないとかって。ああ、インセプトチェックされよるけど。私はテント派ですね。食べ物どうでもいい、結構シャッシャッ、結構シャッシャッていく。おお。食べ物何食べたんだこれ。今食ってんじゃないかみたいな感じですか。そう食べ物ね。なんか熱風が来る、ここまで。どっちだろう、主になのかな。いや多分そっちな気がするんだけどな。ちょっとキャンプファイヤーですからね。こっちですよね。やっぱり焚き火の方が熱風が来る。あ、そうなんですか、うん、それは全然暖かさ違うよ。自販機あるけええわと思う。ねえ、今から死んでると思わなかったっすね。やられた。ねえ。そういう意味じゃ、あの、大花子とか良かったっすよね。何が？自販機もあったっすよ。ああ、そうそうそう。ねえ。中も売店行って。あれもそうだ、風があそこビュービュー来る。あれがちょっと、たまりきずよ。ハエとね。ハエとね。ハエと。ハエがね。ハエが半端なかったな。ハエが、私はダメですね。ああ。ザ・フライで。刺さるけど。ハエ取り紙かなんか持ってない。人生だ。ただ夜9時になったら、あのキャンプ場の人がこう見回りに来るんですよ。はい。で喋ってたら
もう消灯時間だからって注意されてるんですけど、ね、でもありがたいですね。うん、一応電話ですよね。朝は言われるんですか？早く朝は全然言われないです。たまにいいけどね、6時ぐらいからの巻き終わるバカとか、あカンカンカンが無理聞こえるんじゃない。響くからね、あれ山、あとなんか車もバタンバタンとかね、子供連れとかで、ね、朝6時ぐらいから遊んでる人とかいるでしょ。キャッキャ始まるけんね、多いけど、ね、早いですよね。日本酒飲みます。そのまま立ってへんじゃん。じゃあ買うって言って。それがそのままに飲む。チューチューするの。まあチューチューしてもいいですけど、なんか移し替えるなり。温める。そのまま温めてもいいと思います。なんかこう湯煎湯煎したら、うん。大丈夫。炭酸飲料はやっぱ焚き火やね。うん、焚き火台買おうかな、まだ。ここは暖かいね。こことここがあるって。うん、そこは一番ぬくい。うん、もうちょっと向きが変わったらね、もっと暖かいかもしれない。俺が一番暖かいと思う、多分真正面の真正面だけ、うん、それでも寒いっていうのがね、焚き火台ね、ほんとペンキリですよね。これで燃えるんだったら絶対ファイヤーボール、ファイヤーじゃない、ファイヤービッグ、ビッグ、あれでもなんか聞いたら、あの一発でピカピカのステンレスが真っ黒になるって、アルミの、アルミのアルミ箔、あーアルミホイルよ、でマジで熱風が来るな、熱風、うん、情熱熱風セレナーデじゃ、うん、ジャニーズ、おお惜しいね、惜しいね、そこまで行ったらあれだよね、マッチよ、マッチですライターじゃ行けませんか、うん、ライターじゃ行けませんマッチですって。俺前買ったストーブ良かったですよ、あのシングルバーナーにつけてるやつ、あああれ本当とか、いくらぐらいのやつ、3980円、あれだろ、ストーブっていうか、あのこれ乗せてやるやつだろ、あ、そうですそうです、ちゃんと中もなんかアタッチメントってやつ、ちゃんと中も赤くなって、普通やつは1000円台ぐらいで、ね、あったりするけど、コールマンが3000円ぐらいするんか、そうだね、あれ上でなんか温めたりできる、できるんじゃない、そこまで熱量上がんないんじゃないかな、いや、行く行く行くんですけど、ただ平べったくないですよ、こんな感じで、あ、危ないんか、いや、綺麗、本当に、まあ、火は見えたらあれよね、いや、これだけはこの二次燃焼で、ますよね、火はね、なんかぼーっとね、うん、なのに、お事件は焚き火をしないだって、メインは喋ることだもん、だって、こっちやったら火はかかないよ、焚き火したのだっていい、いつよ、あ、いや、小鳥の間でやったね、でもあれ、3台並べて、すげえ最初の頃です、うん、もう2年か3年か前、あとだって、みんなもう食べる、飲む、と喋る、喋るしかないメインがそっちだもん、だって基本的に始まってまず椅子出してテーブル出してそれで飲んでるだけですよ、そうそう、テントも立ててないって、ね、そっからの延長だけど、テント大体 1,2 時間経って予約立てるみたいな感じ、やろうか、ちょっともうそろそろ酔っ払う前にやってまおうかと、大変になるときに、でさあそのテントが立たんのね、そうそう、あっちから話が始まるよねだんだん遅くなっていくんですよ、それでそっか、喋ってるけどだんだん進まんよねっていう、俺一人の時も焚き火せんよね、反対に、俺最近するかな、あ、しかも俺あれですよ、暖房がないからやるしかないんですよ、あ寒かったら、あの寒くなかったらやんない仕事の石油ストーブとか持ってこうもんね、持ってないです、持ってないです、うん、いや考えもんよ、こんなでっかいの一時持ってけたら大変じゃけん、まあ変態ですもんそれはこっちの方が絶対ぬくいよ、薪をそれだけ準備するのと、そうですね、薪の場所を、薪の場所結構量食うから、でも全部燃やしたらもう帰りは楽よ、帰りは楽、まあ、帰りは今銀河が見えるよ、お M33 アンドロメダの隣にあるよ、すごい、ちょっと見る、綺麗だったですよ、もう、こっちで見るかあっちで見るか、あっちで見たらスタンドが、うん、ちょっとあっちで見たら、うん、これも見てみよう、明るさに行ったらこれ一番明るいから俺これ10個ぐらい欲しいですもん、こっこりだろ、向こうに渡ってうどん食べようと思ったら、ね、あと吊るせたら最高なんですけどね、まあ、うん、夜は午前中ですもんね、みんな 朝から食べる、縦型どっかなかったっけこれが、知らなく縦型で吊るせっていうのができたら、うどん山ってどこにあるか俺の吊るせやつってあったっけ、俺が昔持ってたのがジッポのやつは上このチェーンで吊り下げるタイプ、あのオーディカーの方ですけどね、ああ、いや、そうなんですよ、だからやっぱこれ変換すればなんとかいけると思うんです、ああ
安定感はでもこっちの方が背が高くってすごいいいなっていうのは、これ足があるからいい、足ないやつ、足のやつにかけるから、うん、これ足も買ったんですよ。あ、買ったん、あ、ついてない、ね、1、2、3、あ、3段階だった、はい、それかオーディカンのアダプターつけて、あー、オーディカンで、オーディカンの方が伸ばすやつとかもありますね。あ、倒れたよ、大丈夫、私もあってるから、はい、こういうこともあろうかと。もう3分の1ぐらいしかないの、もうこれだけしかないです。うわ、もう一本開けない勢いだけど。なんかランタンは俺めっちゃ欲しいんですよね。何個あってもいいなと思う。へー、なんかあの明かりっていいじゃないですか、やっぱ。確かに、まあまあね、まあ、こういう明かりなら持ってこいよね。あの LED の明かりで、そうですね、明かりは取れるけど暖かくないじゃん。冬は特に。あ、夏は暑いって、こんなのどっちでもいいけど、これ近くでこうやってやったらめっちゃ暖かいですからね。これとかは暖かくないから。これはね、雰囲気を楽しむだったんだけど、これはまだやっぱ暖かいから、まあ、まあそれはマントルがあるからね。出た、アラジン。ボンベは後ろに見えるのか、3時間ちょっとか。まあそんなもんか、アラジン。そんなんばっかりでした。でもお値段が可愛くない。3万か。だってあのこのストーブ、あ、ぶったかいじゃろあれ。だってストーブの形をしたのカセットボンベのやつなんか。あ、一緒です、一緒です、これと。あれ3万。あ、ほかっていうぐらい高いよね。一緒、値段。あ、戦国アラジンか。そう、一緒です。それの、これも3万ぐらい。これ復刻版なんですよ。一緒だって3万3000円。高っ。俺も今値段聞いてびっくりしてる。この後ろが反射板になっとるけ。この反射板をね、ピカール見たって使ったり、ブリ磨いたらもっとあったかい。コシ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 磨き上げて、シコシコするのは得意じゃない。まあ一人もんじゃけシコシコ。俺が一番安い。俺3キッパ。でもそれは全部足してそうだけ。あ、でも乗せない。あ、でもシングルバーでもありますけどね。あ、まあね。シングルバーが持ってると考えて、あれこれ足すと結局ね。お値段相当ですよ。まあまあ確かに、うん、何が一番あったかいんだろうと思ってね。暖房、まあ、あのなるべくポータブルしかコンパクトに持ってきたいよね。あ、だけ俺あれよ、最近冬でも行けるように電熱ベストと電熱靴下と、もうこれ電熱もうフル装備、フル装備。そのうちこれも買えますよ、多分電熱で。あるわ、ね、あ電熱、あのブランケット持ってるね。全部フルセット。でもあれっすよね、サルさんの場合はあのキャンプだけじゃないじゃないですか。さっき見たあの星を見に行くとか、まあまあ、あのこういうことできない時があるから。星を見るほど今度このまま動かんけね。あ、そっか、じっとしとると、うん、これだけでも寒いんだ。電熱ベスト着て、しかもちょっと寒いから酒飲もうとかできないですよね。そう、入れないですよね。そう、あれがいいなら足の出せる寝袋。いや、あの人が通るとこでやりよるけ。ああ、それは無理か。あ、ちょっと見た目問題。見た目問題。何しよんじゃろうと思われるよね。UMA と思われるよ。味覚糖ですからね。それは UFO か。お豆腐さん寝てしまうよ。頑張って起きてます。あ、そこお休み時間なのに、はい、あれ、こんなダメです。ほら、さっき言うたばっかりな。あ、はい、もったいね。こんなこともあろうかが、こんなこともあったり。もう声大きいね、ここへ。そうそれが多分、サボさん気をつけて、椅子にカメムシが。ぬくいところを目指していってます。今それでポンとやったら島田の方に飛ぶなって今ワクワクしちゃってんだよ。あれ飛んでた飛んでたよ、ね、飛んでた。さっさ、いただきます。紅葉美人。これおそこあったの、これ。はい、あ、かわいいのあやよっ、またえらいかわいらしい、あれだよ、かわいい。はい、今日普通のチョコ持って、いや、これいいな、それ持ってくるの忘れた、これしたら。それいいな、取ってくついてるけ、かわいい、違う意味、かわいい、かわいい、来てない、葉っぱが食べたい、葉っぱが食べたい、葉っぱたい、葉っぱはちょっとやばいね。やったやったら島ちゃん、あ、
誰かこれキレのある辛口飲んでみよう。あ、飲みたい。あと、あとちょっと。もうあれ、あ、コップが。ちょっと待って、私これ飲み切らん。これも飲み切ったら。キレイじこれ。もうてっかく切って。あ、いい。ちょっと。大丈夫です。あざます。ありがとうございます。はい、ありがとう。これ今何しちゃったの？え、じゃあ私これにちょっと入れて。あ、お酒を継ごうと思って、そのまま。あ、全然味が違うんだ。おぉ、これじゃない。でも飲みやすい、これ。こっち飲む先に。いいよ。あ、これはこっち。これ入ってます。土曜日にはこっち。あ、入ってない。入ってない。見えます？ああ。もったいねえ。発射した。ありがとうございます。優しい。感謝じゃん。そこまで行ってないでしょ。行ってないか。そんな勢いよくなかった。そんな勢いよ。いや、勢いよかったけど。よかったけどね。新品のテーブル勘弁してる。新品のテーブル。いや、もう新品の方でやらんで。もうこっちの方が古い。大丈夫、めちゃくちゃやから。こっち古いんだけど、今日おろしたばっかり。あれ、あそこの。雑貨とか。あ、でもこれもうめえわ。うん、このうつけ物。あ、辛口、ほんと。辛口のやつもうまい。うまいよ。酒に飲みたい。すぐなくなりますね、でも。多分あれでしょうね。ほんと、ちょっと飲んで次々いくような感じの酒なんでしょうね。味比べじゃないけど。あ、多分そういう感じだと思います。ね、うん、よくありますよね、旅行先でもいろんな。はい、コロナがなくなったら、徳山のバス飲みの日本酒飲みて、あ、新体重。大吉スタートに行きましょう。端っこの。端っこ。一番端っこのとこから。あそこから。高火力のやつとかだったら4ぐらいあるんだって。4キロぐらいあるんだって。4あるかいな。ないんかいな。4ないだろ、4っていうのは。時計は合うんです？多分、ごとくのあれで、ちょっとずらしたら、はまる。はまるように切り紙が何箇所か多分あるはずだから。この手って、汎用タイムの。4つありますね、切り込みが。だけ4つ合わせればってことですよね。うん、あの岩谷の何でしたっけ、あのジュニアバーナーってやつ、うん、ああいうやつとかでも全然いけるし。だから前回小鳥の森行った時に朝とかすげえそれ良かったんですよ。もうすぐ暖かくなるからテントの中は。いいですね。めっちゃ凍れる。元気良すぎるんだよ。外に出しちゃうだわいだね。変態この。これを悪意なら編集しよう。でもお孫さんとかでやっぱ男の子とか生まれたらすげえ可愛いんじゃないですか。孫で男の子生まれたらやっぱ一緒で遊んだりとかできるじゃないですか。うちはまた特にあの、ね、女だったからそういう楽しみあるかもしれんなと思うけど、まあそれはそれでまたね、あの高校生ぐらい、中学生ぐらいになってテントをこう送りつけて、それからあのビーノを買って。ビーノ、ああ、ビーノ、それはユーキャンか。シマリンを作らない。ああ、今作るのかね。まだ何が3機。いやいや、3機とかじゃなくてバイク。あ、50cc もうないんだね。なくなる。うん、あの買いが好きなのか、買いが好きで引っかかってもうプレーって多分。 B のはあの電気、え、そうなんすか。電気の方のやつがあるんじゃなかったっけ、作るんかなんかで。え、あの形がもう 50cc ダメなの。いや、 50cc 自体自体が無理やん。あ、そうなんすか。排ガスの規定なんかで通そうと思ったら直売をやらなきゃいけん、価格がとってつもなくなるから。 え、じゃあ原付なくなるってことですか。うん、あ、そうなんすか。今の感じだとね。へえ、それは飛びますよ。めちゃめちゃ鼻声になったね。うん、そうなんですよ。多分ね、あの鼻粘膜が飛行するんで、あの膨らむっていうか、アレルギーもそうじゃないですか。ああ、あの腫れるっていうか。そうそう。だけどもう薬飲んだけ30分後には収まります。ということは30分後には行方不明になるんですよね。まあ行方不明もここなんでしょうけどね。電池が切れるかもしれない。もうお姫様抱っこして起こさなきゃいけない。大丈夫、春日と一緒にやったらいいじゃん。あったね、それ。夢の中で。夢の中で。その次の日、ポニーテールになっちゃって。いや、あれ、ずれてるから分かんないですよね、話がね。うん、
あれ面白いのは面白いけどね、あの。いや俺あれ大好きなんですよね。あれよう作ったなって思う。俺あれ以上に面白い話ないっすもん今まで。で映画のつながりもめっちゃ良かったっすもん、ね、あれはね、よう作ったよね。俺あれ劇場で見たかったな。あの消失は良かったよね。おお綺麗だ。オリオンってでも結局難しいよ。ここが明るいから、ここの中心の星が、あの写真家にとっちゃ嫌な、あまり綺麗に撮れないんだ。ここはあの白化けするけ。どっかワームホールとか出てない。いや出てない、ね、ホワイトホールがあるの。そっちかいみたいな。何ある虫。三脚のところどこに虫がおるの。あー、スイッチャー。あーそのもの顔が始まった。大地の怒りが大地の怒りがすごい。これがオリオン大星雲。今見れるんですか。見れるよ。今見ましょう。ちょっと俺も見てみようかな。あれちょっと下ぐらいがこの星雲がある。肉眼じゃ分かりにくいですね。やっぱりちょっとね、明るすぎて見えんのよ。もうちょっと上に上がると見れるかもね。あーすっごい綺麗。これはこれは写真撮ってもええかも、ね、いやこれすごいですよ。ヤマトの世界。ヤマトの世界、うん、見て見て見て。あーあこれ撮れるかな。どうかね。撮れればいいけどね。皆さんのそっちのスマホ、こっちを撮るかそっちを撮るか。これあこれか。いける。いや暗すぎてる。暗い。あ、見えた。あ、ちょっともうちょっとし、あ、そんぐらい。あ、いけたじゃん。あ、いけた。これが？これがオリオン大星雲 M42。M42。オリオン大星雲。78じゃなくて。違うね。78出そうか。78出るんすか？出るよ。マジっすか？男の子の夢じゃないですか？うん、ウルトラマンのふるさとね。ふるさと。M78 もオリオンだっけね。あ、そうなんですか。向きが変わった。ちょっとしか変わらないの。あれ知らんかったろ。 M70 ってオリオンにある。いや知らなかったっす。そもそも本当にあるかどうかも知らなかったっすもん。あ、みんなそういうね。ねえ、あれ架空のあれと思うけど。いやいや、そんな感じでしたよ。全然、わぁ、見てなんかラーメンとか食べたいですね、ほんと。ほら出た、ほらほらラーメン誰か。なんで持ってこんかったんかなと思って、お家にはあるのに。あ、肉食う。あ、いや俺も普通にあったのに。でもあれだったらたまったね。あの時食ったあの一蘭うまかった。あれくそうまかったね。あれくそうまかったね。あれいや3人え、あれ3人前2人前っけ。3人いや2人前か。2人前ぐらいしかなかった。でも瞬殺だったもん。あれだけでもうまかったよね。瞬殺だったっすね。だって麺とスープ、あの何にも残らなかったもんね。残らなかった。瞬殺だったもんね。なんか今煮込みラーメンとかでもいいですよね。ああ、そういうのも全然美味しいですね。全然食べれそうですよね。いや、すげえんだよ。あ、買ってきてきゃよかったな。いや、俺もなんで考えなかったな。何も考えなかったですよ。これ、でも暑かったですもん。4時間以上ついてるよね、でも。あ、ほんまっすん。これ4時間以上経ってるから。あ、経ってる。10時近くになるから日が暮れる前だったから。そっかそっか。6時とかだから。わ、次からラーメン持ってこよう。俺ラーメン持ってこよう。ほんとね。さあ、黒麺でもいいかったけど、この2人の前でこう、熱々のカレー麺かなんか食べたら怒られるかね。あの人は いるんだったら200円で。あ、いやいや肉が出た。肉が。いや肉を出すなよ、もう今。魚の身。あ、あったね。焼く。いや、もう食えると思う。いや、俺は食える。俺は全然食えます。じゃあなんで焼くかって話。お皿ちょっとのけましょうか。お皿ちょっと片付けたらあれですか。片付けないよ。あのおじきは片付けるのがいけない。焼く。焼く。ちょっと片付けましょう。酒は重てなしなの。重てなし。お箸ももういらんか。今から何をしようと思って片付けようこれ。いや、もう寝る準備じゃない。いや、なんか焼くなんか焼くって言うようなことっけ。
なんかステーキを焼くとかそういう話じゃなかった？ステーキを焼くとか、なんか干物を焼くとかいう話じゃなかったっけ？そうだ、干物だ。やる？それで片付けるんじゃなかったっけ？なんか話題が、話題が逸れてね。なんかもう、このまま片付ける話なんかなって今思いよったから。いや、焼く気つけた。あなたが焼くって言ったんじゃなかったっけ？いや、みんな、あの、一心不乱に片付けたしたっけ？あ、もうやらんでいいんかなって思った。一心不乱にって欲しい人。みんなで分けよう、みんなで分けるあ、俺もカップラーメン持ってこようか。2つを4人で食ったら、まあそこそこあるねなかなか買うことがないから今だ？なんか言うたよ、なんかいいよね、またあれ買うことがない。毎回何か新しいもの、だって今回テーブルも新しかったですよね。あ、違う、これがね、同じテーブルが2枚あるっていうだけなんで。あ、消えたね、これ。でもグルキャンの時はこれぐらい大きい方がやっぱいいですね。でも持ちましたね。もっとね、5時間ぐらい行くんじゃない、これ。フルフルで、本日結構撮ってますよ、言っても。撮ってるよ、俺全然あの今日カメラを全く意識してないけど、好きなこと言いよるだけですよ。多分2時間ぐらいは撮ってますよ。ほんま、あの、何言ったかすら覚えてない。撮ってるつもりがなくても多分俺のことだから多分撮ってると思う。どうやって分けるこれ。適当。私これで入れます。ちっさちっちゃいいです、これで。俺もこれで。ちっさちっさ同じです。おいしい。前って、次回年末までにやることがあったらラーメン行きましょう。ラーメン、年末までってあんたちょっとしかないよ。だってもう2ヶ月切っちゃうんだけどね。いや、ほんまそうですよね。あ、そろそろ、あ、まだお二人はやばいか、コロナなんて。ない、もう何かあった時困るしね。まだあれでしょうね。まだや、あるよね。あの、特効薬ができて、もう大丈夫よぐらいならいいけど。手は暖かいところの前にいるともうなんか、動きたくなくなる。動きたくなくなりますね。動けなくなる、ほんと。それなくなったらめっちゃ寒くなりますね。まあそれでもう寝るタイミングって割り切ればいいのかもしれない。ああ、まあ確かに。もう11時20分か。と比べて湿気もそんなにないみたいです。これだったらもうビシャだったの。いや、うちのはもうビシャだったんです。いやいや、ここでも。あ、ここでもダメです。ちょっと洗ったんかもしれんけど、集団ですね。ん、早い撤収が。いや、思いません、ね、みんな黙々と。いや、朝早くからゴソゴソしてるやつとかね。よかった。でも風だけだったよ。探検隊行ってみたいなやつ。あ、探検隊行きます。今ならいいですね。ここを越えて向こう側に。いくつも見たよ。いや、むちゃくちゃ大変っていうのがね、みんな。今日俺キャンピングカーで来ようかなと思って。おもとたです、写真撮るっていうけど、4台揃うっていうぐらいで。
局俺ガソリン代も減ったし。佐賀散歩行きます。行ってみようよ。あの。暑いですかね。暑いですか。いや歩く30分以上歩くよ。あ、ちょっと雨大丈夫。